ます。今当たりました。今使ってるのは 10g の豆まき巻きです。結構軽いんで、そのボトムまでね、着底するのにすごい時間かかるんですけど、その間もしっかりねアピールになるんで、そのフォール中に当たりくることが非常に多いんで、あとはただ巻きですね。巻くだけです。本当にグラムですけど、 PE0.65 でタックルもむっちゃライトなんで飛びます。すごく飛びます。やっぱフォール中多いんですよね、当たりが。結構こうフリーフォールしてる途中もね、そのラインのかすかな動きを注目しといた方がいいですね。また当たった。来ました。今のも完全フォールです。ライトタックルやが楽しいですね、これ。おー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 、よう引きますね。よいしょ。はい、まず朝一は豆まき巻きでサバゲット。完全フォール中ですね。このブレードがやっぱりしっかり効いてます。結構 P ラインが細いんで、その、まあ、指先でこうやってフェザリングしてる時に指先に来るんですよ、当たりの感覚が。それを見逃さないことが非常に大事かなと。楽しい。このフォール中のね、当たりを捉えるのめっちゃ楽しいです。しかも結構引きますしね、やっぱね。いいっすね、このライトタックルでできるっていうのがいいっすね。よいしょ。今回もまた1匹目と一緒でフォール中のあたりですね。めっちゃ釣れますね、本当に。なんせフォールとただ巻きですね。よっしゃ、来た。今のはただ巻きでしたね。楽しい、数釣り楽しいっすわ。この当たり多いのがね、いいっすよね。普通の昭和時期だとなかなか味わえない。よいしょ。はい、これもサバです。今回はただ巻きの途中にガツンときましたね。この釣りはマジでおすすめです。めっちゃ楽しいです。だいたい4月あたりから、ブリですとかサワラとかそういった大型の青物がですね、回遊し始めて、だいたい4月から6月ぐらいまで、大型が楽しめるシーズンになりますね。で、まあ、秋はね、もう本当にハイシーズン、9月からだいたい11月ぐらいまではもう本当にハマチとかサゴシとか、まあ、本当にこうライトショアジギングの、まあ、ハイシーズンという感じなんですけど、その間ですよね、だいたい6月から6月、7月、8月、こう真夏のシーズンですね。これが結構ね、その間空いちゃうんですけど、実はめちゃめちゃ楽しめるんです。なんていうんですかね、結構 10g とか、まあ、そういった本当に小さいジグでツバスとかサバとか、あとはアジとかですね、まあ、そういった小型回遊魚を数釣りが楽しめるシーズンになりますので、もうぜひ夏場はこういったスーパーライトショアジギングをやってみてほしいですね。おっ、
きますね。おもろいっすね。もうガツンってくるのがね。本当ライトタックルなんですごい引きを楽しめるっすよね。結構重いですね今回のやつ。よいしょ。まあ一番共通となかった一番グッドサイズ、はい、サバです。今回は完全に表層キャストしてもう本当に何もしてないです。ただ巻きとかもしてないです。沈めてるだけで来ちゃうんですよね。ただフォール中もねやっぱりそのブレードついてるおかげで何にもせんでもアピールになるんで沈めるだけで釣れちゃいます。これもサバですね。よいしょ。はい、さっきよりちょっとだけサイズダウンですけど、まあ、本当にこう数釣りって感じですね。めっちゃおもろいです。スーパーライトショアジギングの、狙うレンジなんですけど、結構その狙うターゲットによってレンジも変わってきます。まあメインターゲットとなるツバスですね。ツバスに関しては結構表層付近を泳いでることが多いんですよね。なんでこういった豆まきまきの表層早引きでたまにストップ入れると、まあ、こういう攻め方が非常に有効ですね。で逆にアジなんかは結構ボトム付近に集中してたりするんですよね。でサバに関してはもう全レンジにいます。表層にいたり、まあ、まあボトムにいたり中層にいたりと。なんで、まあ、その狙うターゲットによってレンジ変えてもらった方がいいですね。はい、ちょっとね、日が昇って、まあ、豆まきまきから、ジャックフライヒラリ変更しました。まあ、朝一ですね豆まきまきで、まあ、結構数が釣れたんですけど、まあ、ちょっとかなり日が昇ってこういう日中のタイミングっていうのは、ヒラリの方をおすすめします。まあ、なぜかというとこう活性がねちょっと下がって、であんまりこう横の動きで餌を追い切らないサバを狙うときに、まあ、フォールでですね狙えるんで、でヒラリの場合はしっかりとスローフォールしてくれるんで、まあ、そのフォールの時間を長めにとって食わせるという感じですね。よし、あ、来た。持っていったっすね、今完全に来る思ったんすよ、このタイミングで。ちょうどほんまにフォールさしてる時にライン走りましたね。おお、よいしょ。サバです。ヒラリンでサバゲットです。まあ、本当にね日中でも全然楽しめちゃうんで、まあ、本当に1日楽しめる釣りですね。まあ、このスーパーライトショアジギングのメインターゲットとなる魚は小型のツバス、まあ、モジャコですねであったりとか、あとサバですとかアジとか、まあ、そういう小型の回遊魚なんですけど、結構ツバスってね群れで移動してるんですよ。でその日によってその寄ってるタイミングと寄ってないタイミングがはっきりしてるんで、今日は寄ってないです。いや結構朝一とかねこう表層をバーッと泳いでる姿が見えたりとかするん、当たりましたするんですけど、あ、来た。めっちゃ当たるっすね。追い食いしてますわ。もうさすがにないか。サバはこう餌を見つけたらずっと果敢に追ってくるんで、一回当たったらフォールを入れて誘ってあげると。
はい。で、このスーパーライトショアジギングで使うタックルなんですけど、まあ、今僕が使ってるタックルは、シーバスロットに、C3000 番のリールですね。で PE が 0.65 でリーダーは5号でちょっと太めです。っていうのもやっぱりサバがね食ってリーダーかなりボロボロになっちゃうんで、ちょっと太めの方がいいかもわかんないですね。で竿に関してはそのシーバスロット以外でも固めのメバリングロットとか、まあ、ちょっと長さがいるんですけどね、まあ、そういう竿でも代用できます。エギングロットとかでも大丈夫です。おお、来た。やっぱり表層ですね。表層です。これ日中でも釣れるから楽しいですわ。これ暇な時間がないですからね。よう引きますし、うん、いいっすね。楽しいっすね。ちょー、はい、またしてもさっきと違ってちょっと今回は表層っすね。表層を漂わしてたらガツンときました。いい感じです。ひらりに釣れますね。しかも 5g、7g、10g のジグのその利点ってやっぱりそのライトショアジギングみたいに30、40とかやったら食ってこない魚も釣れてくれるんで楽しいです。